はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は2020年の10月30日です。今年も残すところあと2ヶ月になってきましたけども、いかがお過ごしでしょうか。今日は久々にフランツ・カフカの変身の読書会をやっていきたいと思います。3年前に、一度やってます。トータル2回目ぐらいですかね、になると思いますけども、以前地元の読書会でも1回やってるのかな。久々に課題図書にしてみました。ではですね、先に告知なんですが、メルマガ登録募集してます。登録していただければ、読書会に参加いただけますんで、参加されたい方はメルマガ登録してください。あとですね、サポートメンバーも募集しております。サポート限定コンテンツ等配信というか、コミュニティっていう欄に、投稿してます。今日は私、高山村ってとこにちょっとドライブがてら行ってきたんで、紅葉を撮ってきました。あんまり撮れ高がなかったんで、サポートメンバー限定の方にアップしてあります。ご覧ください。あとですね、ノートでコンテンツ販売してます。歴史の音声とか、以前のツイキャスでやった放送の、未公開ってことないか、限定公開してるアーカイブスなど販売してますので、よければご覧ください。じゃあ早速やっていきたいと思います。さくらさん、香川さん、ほよさん、コインありがとうございます。こんばんは。ではですね、あらすじをいつも紹介してるんですけども、前回のやつ半分ぐらいですね、聞き直したら、前回ウィキペディアのあらすじを読み上げてました。なんで、あらすじ聞きたい方は前回やったやつ聞いてもらえばいいとして、今回ね、トップバッターの千歳飴さん、あらすじまとめてくださったんで、そちらの方をご紹介しながら始めていきたいと思います。感想文は、概要のところに貼ってありますんで、ご覧ください。じゃあ早速読み上げていきます。トップバッター、メルマガ読者千歳飴さん。カフカの変身を読んで、グレゴール・ザムザが胸騒ぐ夢から目覚めると、自分が一匹のバカでかい毒虫に変わっていることに気づいた。グレゴールは商社の営業マンだった。今日の遅刻を当職場に説明しようか考えを巡らせるグレゴールだが、体は思うように動かない。いぶかった母がドアをノックした。母さん、もう起きてますよ。グレゴールはそうドアの向こうに行ったが、虫になった体から発せられる言葉は人間のそれではなくなっていた。続けて父と妹がドアの向こうで呼んだ。すると玄関のベルが鳴った。職場の上司がやってきた。上司とグレゴールの家族は信じがたい光景を目の当たりにする。部屋から出てきたのは一匹の気味悪い巨大な虫だった。上司は瞬く間に逃げていった。巨大な虫にザムザ一家怯えながらも同居生活を始めた。グレゴールに食事を与え、部屋を掃除するのは、グレゴールが自分の経済力で音楽学校へやるのを目標にしていた妹のグレーテが担当した。グレゴールの稼ぎが主な収入源だった一家は、わずかな貯金を切り崩した。無職で太り、動作が鈍くなった父は銀行の用務員職を見つけ、喘息持ちの母は高級肌着の要塞をし、可愛い格好でバイオリンを弾き、家事を少しだけ手伝っていただけの妹は店員として働き始めた。父は威厳のある姿を取り戻しつつあり、母も妹も仕事に慣れてきた。生活の名残あるものは、自室から母と妹に運び出されそうになったある日、グレゴールは抵抗しようと部屋を出て暴れた。母は悲鳴を上げ、妹はまあ兄さんたらと睨み、グレゴールは食卓に落下した。そこへ帰宅した父がリンゴを投げつけた。リンゴはグレゴールの背中をえぐった。グレゴールは徐々に食べなくなり、眠らなくなった。
収入のために一家は下宿人として3人の紳士を家に置いた。ある夜グレーテがバイオリンを弾き始めると3人の紳士は聞き惚れた。そこに毒虫のグレゴールが可愛い妹のバイオリンの腕前に酔いしれ今に出てくる。下宿人たちはすぐにでも退去したい化け物を隠しながら下宿させていたと父中を責めた。ところが翌朝すでにグレゴールはピクリとも動かなくなっていた。今度は父の方から下宿人に退去要求をする。あっさり出ていく彼らを見送った後、ザムザ一家は揃って外に出た。春の日差しの中やつれていたはずのグレーテが年頃のふくよかな娘に見え、老夫婦には明るい展望の印に思えた。終わり。ありがとうございました。大変過不足なくまとまってるあらすじでした。ちっとせあめさんありがとうございました。補足しますと、まあ、ザムザの家はお父さんが事業に失敗しまして、グレゴールがその借金をですね、背負ってると。あ、さくらさん拍手ありがとうございます。あの、とってもよくまとまってるあらすじだと思います。ザムザの家は、まあ、元は、まあ、裕福だったんでしょうね。中小企業の社長みたいな感じだったんですね、お父さんね。で、5年前ぐらいに、倒産してしまって負債を背負ってます。この負債はグレゴールが勤めてる会社がその債権を持ってんですかね。で、グレゴールはまあ人質になって、人質っていうか、あの、生贄ってことなんですね。会社の生贄になってるっていうか、あの、債権の代わりに人質になってる。で、働かされてんですね。で、そこから生活費と、借金の返済をしてると。だから、朝4時に起きて、布地の販売ですね。布切れ。なんか見本を持って旅をしながら販売してると。なんかまあ、旅をしながら働いてるって言うと、男は辛いよのね、渥美清さん演じる、トラジローみたいな感じなんですけども、トラジローはトラヤにお金を入れてないですから、まあでも近いですね。旅をしながら、営業しながら暮らしてるけども、まあ、ある朝起きたらね、自分がバカでかい虫になってたと。で、前回ね、私の前回音声聞き直したら、前回参加されてた方がウンゲツイファーっていう名前、この毒虫ってのはドイツ語でウンゲツイファーっていうんですね。これ生贄ではない汚れた動物、虫のこと、ウンゲツイファっていうそうなんですよ。ドイツ語で。だからまあ、生贄って意味があるらしいんですね。生贄にもならないように汚え生き物っていうのが、この毒虫っていう言葉に含められてるそうで。まあでもよく考えてみると、生贄なんですよ、この人。会社に生贄にされてるっていうか、まあ生贄っていうのは神への供物ですけども、神へのお供え物ですね。生きたお供え。まあ、旧約聖書に、イサクの犯罪っていうこと、あの、章がありますけども、神がね、その、アブラハムにせっかくできた、イサクって子供を、生贄に起こせって言われて、信仰を試されたんですね、神がね、アブラハムに。で、アブラハムは、意を決して、その、初めてできた子供を山に連れてって、神、祭壇を作って、さて、ほふろうということで、包丁を持ち出したら、まあ、神様がもう、アブラハムに分かったと、お前の信仰が固いことは分かったと。茂みの方を見ろって言ったらね、茂みにヤギが、角が引っかかっていたんですよ。で、それを代わりに生贄にして捧げたと。ということを、それだけ信念があれば奇跡が起こるっていうか、それはあの、プロビデンス、神の摂理ってことですね。神はあらかじめ用意してくれてると。あの、人間を生贄にしなくても、食材のヤギですね、スケープゴートを用意してくださるっていうのが、これが神の摂理の語源なんですね、プロビデンスっていう。まあ、プロビデンスの目っていう、よく都市伝説で言われてるマークがあるんですけど、イルミナリティの、イルミナリティとか、言うと何だかよく分かんない話になってくるんです。ディープステートだとか、Qアノンだとか、そういう話になってくるんですけども、
生贄って意味なんですよ。で、これ生贄にもならない毒虫が出たっていう、まあ意味が入ってんですね、これね。どうやらこの雲月イファって言葉に。で、家族に生贄にもならない毒虫が急に現れて、どうすんだっていう話です。そういうシュールな状況を、まあ考えて描いたんでしょうね、これね。だと思います。で、彼はもう人間の言葉を喋れなくなってんで意思疎通できないんですけど、彼の意識の中ではまだ人間なんですよ。人間で、あの、妹や父と意思が疎通ができてるという誤解のもとにしばらく生きてるんですけども、だんだん自分が虫であると。まあ、周りの人がもうこれは虫ではないかと。家族が虫ではないかと。最初、妹グレーテが面倒を見てくれてんですけども、まあ、なんかだんだん、まあ、見たくないんでね。その、姿を見ようとしなかったり、ご飯をやるときも、余り物を触らないように、ゴミ箱に入れて処理するとか、だんだんその人間扱いされなくなるっていう感じになってくるということが細かく書かれてます。で、さらに一家はグレゴール亡き後経済的に困窮してるんで再就職するんですね。お父さんが銀行の用務員職、お母さんが内職、妹はなんかカフェの店員かなんかやってですね、それぞれ今まではグレゴールに大黒柱、家計の大黒柱を任せてたんですけども、みんなそれぞれ働いて生活費を稼ぐようになって、でさらにはその、曲がり人というかね、借家というか自分部屋をね、下宿に置くんですね、3人の男の人。ということになります。で、だんだんグレゴールがその部屋を這い回るようになって、天井の上を張ったりして、張った後は漏れなく、よくわかんない粘液が、ベタベタくっついてるっていう状況になりまして、だからだんだん部屋が汚れてきて、で、まあ動きたいんだろうっていうことで家具を運び出すんですね、一回ね。で、母と妹は一生懸命運び出すんですけども、だんだんあの、これ運び出してしまったら人間じゃないっていうことを認めてしまうんじゃないかと。いつかその人間の姿に戻るっていうことを、期待すれば部屋をそのままにするんでしょうけども、持ち出したらこれもうずっと虫のままってことを認めることじゃないのかって母が言い出すんですね。で、グレゴールも自分の使ってる机ですね、もう子供の頃から使ってる勉強机が持ち出されるのを見て、これだけは残してくれという意識を伝えるために部屋から出てくんですよ。で、部屋から出たグレゴールを見て母は巨大な毒虫を見て気を失うんですね。で、そこにお父さんが帰ってきて、お母さんが毒虫に攻撃されてるのではないかと思ってですね、リンゴを投げつけるんですよ。そのリンゴがグレゴールの背中に刺さるんですよ。あのぐさっていって埋め込まれまして、それが1ヶ月間取れないと、あんまずっと取れないんですけど、まあ、それからそのグレゴールはまあ食欲もなくなって部屋でじっとしてるようになると。で、そしたら今度あの下宿人が入ったせいでグレゴールの部屋がどんどん物置にされて、下宿人の入った部屋の余計な家具とかがみんなグレゴールの部屋に入れられて、で掃除もされなくなって、でどんどんほこりまみれになって、ただ一応家族なんでね、夕食の時はあのグレゴールの部屋のドアだけ開いてんですよ。まあ話し声が聞こえるようになってるんですね。で、じっとしながら部屋の片隅に毒虫はじっとしながら話を聞いてるっていう感じになってるんですけど、夜は。ただある日バイオリンを弾いてくれて、まあ、あのずっと弾いてなかった妹がバイオリン弾いて、だからまあ紳士たちが聞きたいって言ってね、ぜひ聞かせてくれって言って、あの夕食の時あの弾いてもらうんですけど、弾き始めたらやっぱ下手くそだったんですね。で、なんか全然全く聞いてない、なんかもう飽きてきてあくびとかし始めると、そしたらでも
グレゴールは妹を音楽学校にやるっていうのが夢だったんで、妹のバイオリン聞いたら興奮してね、みんなのそのリビングに出てっちゃうんですよ、食卓に。そしたらそれを下宿人に見つかって、紳士3人にでクレームつけられちゃうんですね。もうお金も払わないと、敷金礼金も返せみたいなね話になって、でいやこれは困ったって話になって、で最終的にその妹がこんなのと一緒にいたらもう私たちめちゃめちゃになっちゃうって、これ呼ばわりするんですね、グレゴールのことね。でその時にまあ自分はもうまあ家族の一員ではないってことに気づいて、グレゴールはまあもう体力もなくなってたんで、その夜に亡くなってしまう、息を引き取ります。で家族は下宿に追っ払って、さらにはそのおばあさんがね家政婦で来てたんですけども、千原悦子さんみたいな千原悦子さんってことないか、なんか意地悪なおばあさんがいてね、それはグレゴールのこと知ってたわけですよ、興味津々で見てるおばさんがいて、それがまあ死んでんのを見つけて、まあ勝手に生ゴミに出しちゃうみたいな、グレゴールの死骸を処理しときましたよとか言って、もう大丈夫ですよとか言って、余計なことしたもんだから、他の家族はちょっと両親の呵責に苛まれて、そのおばあさんをクビにしちゃうと。で気分転換に休みを取ってみんなでハイキングに行って、そしたらまあ引っ越そうかって話をして終わるみたいな、そういうことでした。千歳飴さんありがとうございました。サビスケさんもこんばんは。花さんも声ありがとうございます。では続きまして、メルマガ読者香川さん、返信読書感想文。朝起きると虫になっている。古典中の古典と呼ばれながら、その内容は決体な話だ。しかも当の本人はこれだけ機械な返信をしておきながら妙に冷静である。私はこれまで虫に感情移入したことがないので、壁にへばりつくことに快感を覚えたり、腐った食事を貪る描写は彼が人間の意識を残しているがゆえに気味が悪かった。部屋にやってくる家族からを物陰からこっそり伺う毒虫を想像すると、読書中部屋の片隅が気になって仕方がなかった。家長として労働に慈しみ、労働に、これは何て読むんだ、ちょっと漢字が読めない、漢字が読めない、ちょっと検索します。いそしみか、ごめんなさい。家長として労働に勤しみ、家族を支えてきた彼が朝起きると毒虫に変身し、家族から厭われ、やがて物陰で干からびて死んでいくと聞くと、理不尽極まりない話である。しかしそれは彼が知らず知らずのうちに家族にとって毒虫ならぬ毒息子になっていたということだ。家計を支え、妹の進学を願う彼は物語上は善人にしか見えない。しかし家族や周りの人たちは彼をどう見ていたのだろうか。糸の小細工が趣味で、友人や恋人の存在が希薄な彼は内向的な印象を感じた。毒虫に変身する以前から彼は健全な人間関係を築いていなかったのではないだろうか。家族や職場の人間から毒虫扱いされることに気づいていない独りよがりな鈍い嫌なやつだったのかもしれない。虫が不気味なのはその風貌と、そして何より意思疎通ができないからである。彼が冷静に見えるのは変身する以前から毒虫扱いされていたということに全く気づいていないからである。実の息子が死んだというのに、物語終盤新たな門出を迎える3人の描写、異様なまでに希望にあふれ、この上なく光り輝いていた。引用はじめ、ザムザ城が真っ先に立ち上がって若々しい手足をぐっと伸ばした。その様子はザムザ夫妻の目には、彼らの新しい夢と良き意図の確証のように映った。新潮文庫版97ページ。
いい終わり。体液で壁を濡らし、ほこりをかぶり、リンゴを背中に埋めた巨大な毒虫に悩む家族の話を延々と聞かされたと思えば、打って変わってこの終わり方である。やっと死んでくれたと言わんばかりのすがすがしさ。深くにも笑ってしまった。愛情らしきものを見せた母親や妹でさえこの変わりようである。残された家族たちもまた歪んでいるのだろう。毒虫が何を比喩しているかがこの作品の最大のテーマだ。その解釈はシリアスにならざるを得ないが、一方でユーモアにあふれた物語だと思った。終わり。ありがとうございました。非常に丁寧に書いていただきました。ありがとうございます。ユーモア小説。ユーモア小説なんですよね。全部気持ち悪いっていうか、不快感を与えてるために書いてる、シリアスな話ではなく、なんか細かいところにね、ユーモアがあるっていうか、まあ、とりわけその、グレゴールが、まあ人間で変身する以前から毒虫扱いされていたことに気づいてなかったのではないだろうかっていうことですね。なんか独善的なところがちょっとあるっていうことに本人が気づいてない節がありまして、それがあのバイオリンの件とかに出てますね。あの妹のバイオリンに感心して、その、それ出てきた挙句ですよ、自分の部屋に呼ぼうとするんですよね。みんなが聞いてくれないから僕の部屋で弾いてくれっていうことを伝えようとして出てくるんですよ。で、音楽学校に、ああもうちょうどクリスマスだったと、クリスマスプレゼントの代わりに音楽学校にお兄ちゃんが行かせてあげるってことを、伝えてあげようって言って、で首筋にキスしてあげようって思うって書いたんですけども、お前そんなこと言ってる場合じゃねえじゃねえかっていう感じの時に全然違うこと考えてて、まあちょっとそういう感じなんですよ。思い込みが激しい感じがあって、それがもしかしたらなんだかなって感じ、もともとそうだったと。俺は形が虫になってみてそれをやられるとますます不気味だっていう、でも本人はその自覚がないっていう、そのすれ違いみたいなのが書かれてますよね。それがまあ人間だった頃のなんだ性格的な、ちょっと人間だった頃にあったなんだろう、性格的な思い込みの強さみたいなのが虫になってから同じことやるとますますこうグロテスクな感じで見えてくるっていう、そういう感じがしますよね。すごい家族思いなんですよ。で、家族はもうグレゴールに頼ってんですけども、最初のうちはグレゴールがいっぱいお金稼いで来てくれることにみんな喜びを覚えてたんですけども、だんだん慣れてきてあんまり感謝しなくなったってことも書いてありますよね。で、お父さんの方がさらにへそぐりしてたんですよね、返済に回すべき金を。で、趣味が糸のこ細工で、まあちょっと内向的な人なんですね。で、まあ好きだった売り子みたいな人がいた、販売員みたいな人がいたけど気持ちも伝えられなかったとか、いろいろなんか語られてるんですけども、まあ全般的に内向的ですよね。あんまりその家族との共依存関係はよくわかるんですよね。共依存関係ってどういうことかっていうと、まあ一家の大黒柱としてこの家を支えてんだって自負があったと。で、あの他の両親も妹も自分に頼ってんだというのを生きがいにしてた節があるんだけども、どうやら虫になってみると、まあそれ以外の共依存関係が壊れてくるっていうか、今度は自分がその一家の厄介者になって逆転しちゃうんですね。ということが書いてありますよね。で、あの全然頼りにならなかった妹が自分の世話係になって、
で、世話をするっていう割に世話しないわけですよ。だんだんその掃除もしなくなって、でお母さんが勝手に掃除したらすごい怒る。そういうところに現れてますね、そのなんか共依存関係が、家族同士の複雑な関係っていうか、まあ父親もね、もう半ばボケた感じだったんですけど、急にしっかりしてきちゃって、そういう家族の家族関係の変化がね、虫になってからの変化が虫になる以前と以後でね、微妙に変わってくるってことが細かく書かれてます。その辺が我々も生きてて、やっぱり細かい人間関係の中に生きてんですけども、まあそれが虫になるって形でその人間関係が変わるっていうのはあまりに極端で、そんなこと想像できないんですけども、まあ、そう、あの虫になったってことで書くことによって、どん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 今までの関係の共依存性も見えてきて、あと新たな関係の共依存性、まあサディズムとマゾヒズムが今度マゾヒズムと サディズムに逆転していくと、まあなんだかんだ言って俺が面倒見てやってんだっていう自負が、まあ支配してると、家族を支配してるとまでは思ってなかったんでしょうけども、支配者と非支配者の関係は今度逆転するわけですよ。でそうなった時に、なんていうか今度はザムダの方が無力感に苛まれていくってことですね。今まではあの妹とか父親は無力感に苛まれてるってわけですよ。何もやんないでね、母親も喘息気味で無力な人たちだったんだけども、今度はもう完全にグレゴールの方が無力になっていくと、今度は無力感が入れ替わるってことですよね。でその無力感が入れ替わることによって家族関係が変わっていくってことが書かれてんですよ。でそれがまあ面白おかしく書いてあるってことですね、だと思います。で結局最後は彼が死んだことによってみんながその新たな家族関係、両親と妹の新たな門出が描かれるってことになります。赤川さん、共依存関係納得です。私も3年前やった時に気づかなかったんですけども、まあ、エーリッヒ・フロムのね、この間に自由からの闘争を読んだんで、エーリッヒ・フロムが言ってるのは自由からの闘争って、まあ、共依存関係ですよね。共依存関係っていうか、誰も自由じゃないんですよ、この家の人ってね。みんなが共依存関係で、お互い、まあ、門の、夏目漱石の門の宗助と呼ねみたいなもんで、もう、お互い、がんじがらめになっちゃってるわけですよ。心の中で非難し合ってるけど、仲いいふりしてるっていうか、一見幸せそうに見えるけど、二人で心の奥底で非難し合ってる感じになっちゃって、それがそれと同じ関係が今度そのこの一家で起こってた、あのお父さんが事業失敗してからの家族はもう共依存関係になってしまっているっていうのに。まあ、似てますよね。似てると思います。ということでした。まあそれがその結局みんなが個々人が本当は自由でいたいっていう気持ちが抑圧されちゃうんですよ。で我々の社会も本当はみんな自由でいたいんですけども、家族や職場の人間関係によって共依存関係に陥ってるんで全く自由じゃないと、虫になっても会社に行かなきゃって思うような不自由さんの中に生きてるというところは私あると思います。であとそのなんだっけ、長男だって課長だってことですよね。課長がそのグレゴールが長男として家を支えなきゃいけないっていう、これを正当性というか正当性、まあ封建主義的な正当性だと思いますけども、別にザムザなんかこの家を知ったこっちゃねえって言って出てくこともできるわけじゃないですか。別にそんな妹のことも知らねえと、両親のことも知らねえと、家出同然で出てっちゃうことも、彼が自由になりたいんだったら、やりたいことがあるんだったら
出てくっていう手段もあるんですけども、彼は一度もそれを考えたことはないわけですよね。で、我々が、今そんなこと言う長男が家を継ぐっていうそんな強い家制度の中で生きてるわけじゃないんで、封建的な家制度ってやっぱり家、ドイツとか日本でやっぱ直系家族っていうかね、長男が家を継いでこう、それが家族が政治体制の最小単位になってて、正当性ってのは長男が引き継ぐと、家督は長男に行くみたいなのが、名残としてはまだありますけどね。そういう流れがあって、それが結局個人を縛ってるわけですよね、すごいね。縛ってるってのは共依存の温床になっちゃってるってことですね。で、そこから自由になりやがったら、家から出て、家を伏せて出てくしかないんですけども、そんなことは想像もしないってことですよ。でも、本人がそれに耐えられない、あるいは虫になってしまったっていう場合どうするのかってことですね。どこまでその毒虫に何の正当性があるのかと。正当性がないわけじゃないですか。志賀直哉の和解とか、和解って小説なんですけども、長男なのに家を出てしまってお墓に入れないって話なんですけども、毒虫になったら結局家を継ぐ正当性がまるでないっていう、本でも書いてると思いますよ。ドイツにおいてもそうだと。でそうなってしまうと、この生き物は一体何なんだと、いつかそここれだって言わなきゃいけないってことですね。もう正当性のないものだってことですよ。物扱いされるってことですね。今だコンテクストって言葉があるんですけど、今ウィートゲンシュタインの論理哲学論考っていうと解説してるんですけども、ちょっと今度説明するんで、コンテクストって言葉があるんですね。文脈ですね。正当性って文脈ですよね。その日本では皇室は男系男子、万世一系の男系男子で繋いでいくっていうコンテクストがあるわけですよ。それはフィクションでしょうけども、一応かのようにやってるわけですよ。森外の言ってる通り。で、辿ってけば天照大神まで行く血筋があると。正当な皇位継承がずっと行われてきたっていうことがありますね。これをコンテクスト、文脈っていうと。で、文脈から外れちゃうと、ただのものになっちゃうってことですね。毒虫、人間はある日毒虫、長男が毒虫になったら完全に文脈から外れると。で、文脈から外れたらいきなり物が出現しちゃうってことですね。物自体ってやつ、カントの言う、ティング・アン・ジヒってやつですね。シングの方で、シングが出てきて、ファクトからシングになっちゃうと。で、ファクトとシングはどう違うのかって、麻雀牌に私は例えてるんです。麻雀牌の絵柄が、長男だって絵柄がついてて、表になってたのがドラ表に出てたと。それが今までのザムザだったんですけど、それが伏せられちゃったわけですね。伏せられたら、単なる毒虫、麻雀牌なんだか毒虫なんだかわかんないみたいな。灰を取ってみたらカナブンだったみたいな感じになっちゃって、なんだこれって思って、積もったら毒虫だったみたいなね感じになっちゃったわけですよ。これまた麻雀のタイトルするとみんな分かんなくなっちゃうんですけど、でどうすんだと、ゲームが成立しないって話になっちゃうんですね。で排除しなきゃいけないと、そういうことを書いてんじゃないかなって私はちょっと思いましたね。で哲学的なもの自体がいきなり溢れてきて、文脈に回収できないと、家族に回収できない何かが急に出てきちゃって扱いかねるって話ですね。そういうことが書いてあるんじゃないですかねと思いました。ガガさんありがとうございました。あ、お前旦那さんいつもスーパーチャットありがとうございます。ダウンタウンのコントみたいな設定。トカゲのおっさんというコントありましたよね。公園でトカゲのおっさんに会って。お母さんと再婚したらいいなって思うわけで、浜田さんでやってる子供がね。だけどトカゲだから人間の食べるもの食べないんだってね。コロッケ持ってったらこういうのは食べないと。虫とか食べるんだって言うんですよ。でその話、同じですよ、カフカの変身と。
まあ、虫っていうビジュアルの設定はすげえ重要な気がします。ただの虫じゃないですよ。生贄にならないような汚い汚れた虫ってことですね。そのオオサンショウウオとかそういうのじゃないんですよ。なんか天然記念物になるようなやつじゃなくて、まあゴキブリみたいなもんですよね。あの尊いとは思われないっていうか、オオクワガタとかそういうのじゃないわけですよ。生贄にもならないっていうことはどういうことかって、神に捧げられ、神から見放された生き物だってことですね。そういうふうに書いてるんですね、多分ね。選んでね。で、なんか宗教的な意味とかいろいろあるのを、あたかもそうじゃないようにして書いてるから、まあよくその論、概念的に操作されてる作品だと思いますよ。あんまり感情移入できないように書いてあるわけですよ。何かの象徴じゃないってことですよ、この虫っていうのはね。ただなら物に近いものが、というふうに書いてんでしょうね、多分ね。東木弘樹さんという方がカフカの日記を分析した本を出されていました。とても面白いです。あ、そうなんですか。まあ、ウィトゲンシュタインなんかもなんかカフカのこと結構書いてますよね。まあ、キルケゴールのことも日記に書いてましたけど。ありがとうございました。あ、音がかぶっちゃった。じゃあ、続きまして。メルマガ読者トトさん、あ、ちょっと水を飲ませてもらいます。じゃあメルマガ読者トトさん、変身カフカ感想文。初めて読むこの短い小説に様々な角度から考えさせられました。この昆虫の姿は事故や病気で形を変えられてしまった人間の姿の比喩であると考えてしまいます。それは私自身にとってもいつでも起こりうることを理解しておかなければならないと思いました。昆虫の体になったことを嘆くことではなく、懸命に自分を見つめ動こうとしてますが、そこには周りとの意思の疎通ができなく困難を極めます。懸命に世話をするグレーテがザムザの望むものを察知し叶えようと必死になる姿と、毒虫の気持ち悪さに耐えられない心のギャップが現代社会にも通ずる多くの問題を鋭く表現していると感じました。現実に介護疲れや看病疲れで昆虫ではない本物の人間を殺してしまうという悲惨な現実を抱える現代、家族である唯一のつながりさえ薄れていることが報じられていることに苦しむ人々の多いことを感じます。ザムザ一家はどうしようもない絶望感と貧しさに満たし尽くされているとしても、家族愛の表れが文章の端々から読み取れます。事業に失敗したザムザ、借金の返済と今の家計を補えるぐらい収入だったグレゴールに全て頼りっぱなしで何もしなかった家族たちが、この不幸に遭遇することで個々に自分にできうる限りの生き方、働き方を見つけていったのだと思いました。害虫に変わってしまったグレゴールの出現は、どんなに重労働でも、それ以外の家族の個々の怠惰に隠されていた能力を引き出すことになりました。不幸は、それぞれの家族自身が個々に見出し得なかった別なものを生み出したのだと、絶望の連続ではありましたが、それは必然であったと感じました。自分の生活は、自分自身で守り抜かなければならないことを教えられます。バイオリンを弾くグレーテに音楽学校に入れてやると言えず死んでしまったグレゴールに涙が出ました。自分の部屋から見える家族団らんの会話の変化にグレゴールの辛い気持ちが伝わります。あれほど家族のために費やした労苦が報いられない悲しさがとても悔しいのですが、このようなことは世の常であるなとよく書かれていると思いました。3人の紳士や意識の低い家政婦へのザムザの怒りに、グレゴールの真の父親の愛情を感じほっとしました。グレーテも女性の感情と若さを爆発させますが、それは兄を大事に思いすぎた反動とジレンマだったと、
また母は最後までグレゴールは相変わらず気遣い愛していたと思いました。引用はじめ、彼は家族たちのことを感動と愛情を込めて改造した。自分は消えてなくなるべきだというグレゴールの考えは、ことによると妹のそれよりはるかに決然としたものかもしれなかった。こうして彼は虚しくも安らいだ物思いにいつまでも浸っていたが、やがて糖時計が朝の3時を打った。窓の外が一面にほんのり明るみ始めてきた時、彼はまだそれを味わうことができた。いつしかグレゴールの頭はすっかり沈み込み、鼻から力なく最後の息が流れ出た。99ページ、岩波文庫版、引用終わり。これから先、もし私が昆虫になってしまったら、死の間際に、朝のほんのり明るみ始めた時に味わえるほどの心の余裕を持ち、家族を深く愛するグレゴールをきっと思い出すでしょう。ザムザ一家の再生していく姿は、多くの不幸を乗り越えようとした証です。最大の不幸の後に平安は必ずやってくることを私自身も感じたことがあります。ずっと平安でいることは本当に不可能です。先を考えず、今日の平安を喜びます。終わり。ありがとうございました。介護疲れや看病疲れで人間を殺してしまう事件があると。この前も22歳の保育士の女性が認知症のおばあさんを殺してしまうという事件があったんですけども、両親が離婚して母親が亡くなってしまっておばあさんに育てられたんですけども、おばあさんと孫で住んでたんですね。だけどおばあちゃんが認知症になっちゃったと。で、自分しか世話をしてくる親戚がもう世話してくれないっていう状況で、保育士をやりながらおばあちゃんと同居して世話してたんですけども、もう耐えられなくなったと。で、挙句殺して殺めてしまうっていう事件があったんですけどね。まあ結局おばあちゃんが自分の娘だと思ってね、なんか悪口を、本当親不孝な娘だとか言って、なんかすげえなじったって、なんか記事にヤフーの記事で読みましたけど、変なこと言われたらね、もう耐えられなくなっちゃったって書いてありましたね。まあ意思疎通ができない、認知症で意思疎通ができなければ、まあでね、親戚とか何も助けてくれないってことになればね、もう一日一緒に横で寝てるんですけど、まあ何回も夜中に起きたりして、仕事にも行けないしみたいな、絶望しちゃったってことですね。グレーテと同じですよね、それね。グレーテがこれに殺されちゃうって言って毒虫に対して言ったのと同じことが起こっちゃったってことですね。そういうことが、そういう事件がやっぱりあるんで、そういう事件見ると、まあ家族っていうのは何なのかっていう問題もありますし、まあ共依存関係っていうかね、まあだからもうほっといて逃げちゃえばいいっていうこともあるんですけども、その育ててくれたとか恩義があるんで、やっぱりもうね、もうほったらかして人に責任全部なすりつけてどっか行くって選択ができないっていうことですよね。で結局自分で、まあ自分が見捨てればどっちみち死ぬから、自分でまあ殺してやろうっていう話になっちゃうのか、まあなんかそういう考え方になっていっちゃうってことですね。どんどん追い詰められるともう選択肢がなくなっていっちゃうってことなんですよね。まあ一応その執行猶予かなんかなったみたいですけども、判決はまあそういう問題あるでしょうね、世の中にたくさん。なこと思いました、この介護疲れと看病疲れ。あと今コロナの状況でね、コロナにかかってしまって隔離されてそのまま亡くなっちゃうってケースがありましたよね、芸能人の方でもね。最後のにも会えないとかね。ある日毒虫になるっていうのは隔離されてどっか行っちゃうのと一緒っていうかね、ある日コロナにかかって緊急病棟に入ってね、会えないままダビに付されると。遺骨になって帰ってきたみたいな、そういう状況もね、
まあいくつか起こってんでしょうけども、そういうことも重ねると、この毒虫になるっていう比喩がね、いろいろなシチュエーションに重ねられるところありますねと思いました。で、家族思いのところはあるんだけども、まあグレゴールの気持ちもね、だんだんその通じなくなってくると、お互い通じなくなってくるってことはリアルに書かれてると、リアルに、なおかつユーモラスに書かれてるんですけども、ということですね。で、あとね、最初の方でなんかその外の様子を見るシーンがあって、結構ねこれ何回も読み返すとちょっとした描写がね、あのなんだっけ、外に病院があるんですよ、灰色のなんか街並みをね窓から見てたんですけども、何ページだったっけこれ、だんだん視力が落ちてきて、それもよく外の景色も見えなくなってくるんですね。でも最後なんか窓の外を見ながら、なんかまあ夜が明けてきたのだけは感じるわけですよ。でまあ息吐いて死んでいくっていうのはね、結構その最初の方ですでにネタ振りされてるっていうかね、まあ外に霧がかかってんのか、天候状況がなんかパッとしないっていうのがね、なんかずっと窓の外の景色っていうのは結構印象的なところがあるなと思いましたね。それその最後にあのトドさん書いてくださった朝のほんのり明るみ始めた時を味わえるほど心の余裕を持ちたい、持ってグレゴールを思い出すんじゃないかってことですね。窓から見える景色みたいなのがなんか印象的に描かれてますね、このあの変身という作品は、あのグレゴールの部屋から見える景色かだと思います。本当はね、もう一回変身して大きなガとか蝶になって飛んでいけばいいんですけどねそういう話じゃないんですけど、トトさんありがとうございました。グレゴールが死んだ後は綺麗な天気になりますよね。あ、そっか、なるほどね。ずっとなんとなく天気はパッとしなかったけど、亡くなってからポカポカ陽気になって日差しが出てくるってことか。そういう風になってますよね。でもね、確かにね、カネッティとかもカフカを考察してました。カネッティって誰ですかすいません、全然知らないなんだっけ、でも筑波学芸文庫から出てますよね、エリアス・カネッティ、筑波学芸文庫からも誰が書いたカフカの本出てますよね。ちょっと読んでないんですけど、まあ研究書はすごい出てますよね。ドゥルーズのなんだっけ、官僚機械みたいなカフカについてのやつあるんじゃないですか。まあ城についての考察かなんかね。まあでもうまく解説してる人はいないですね、あのカフカの作品が何なのかっていうね。まあ三島由紀夫先生曰く深沢四郎とカフカおかしいと、まあ離陸しないって言ってますね。離陸しないっていう比喩で言ってんですけども、おかしな状況がおかしな状況のまま最後まで引っ張れるっていう、頭狂ってんじゃねえのかって言ってましたけど、まあ奈良山伏子もそうじゃないですか。姥捨て山なんて実際そんなにないんでしょうけども、あたかもあるかのように姥捨て伝説が作品の中にはまっちゃってると。まあカフカの編集もこう毒虫がはまっちゃってるんですよね、この作品の中でずっとね、あるわけないものが作品の中で最後まで書かれてるっていう、こういうのはなかなか書けないって三島先生が言ってましたよ。と思います。森が近くにあるような場所だったら家から出て生きていけるかなと思いました。森に行って新たな家族をね、繁殖するんですかね。なんか以前
デミアンやったじゃないですか、あのヘルマンヘッセの。ガは、ガが出てきて、フェロモン60キロ先から、ね、オスだかメスのフェロモン嗅いで飛んでくるって話が書いてありましたけども。ある日なんか匂いが、グレゴールがこう引きつけられる匂いを嗅いで出てくと。そしたらそのメスの毒虫がいたみたいなね。それなんか卵を産むみたいなね。なんかいっぱい増えてくるみたいな。そんなこと想像されると余計気持ち悪いですけどね。別の話になっちゃいますね、それね。窓の外から別の毒虫が飛んできてね。見たら 2匹になってて、いつまでか増えてたみたいな、ね。怖いですね。まあ、そういうこと書く人がいてもいいですけどね。その、まあ、村上春樹さんが恋するザムザっていう作品を書いてる人なんですけど、部屋の中で虫が増えてくって、ね、窓から、フェロモンでまたメスが飛んでくるみたいなね。そんな話だったらちょっとシュールですね。それこそまあダウンタウンのコントになっちゃいますけど。ということでした。トトさんありがとうございました。では続きまして、メルマガ読者エバトさん。泣いて毒虫。人は自分が不幸や不条理な境遇に陥った時、世間とか神を恨んだり、なんであの時ああしたんだろう、またはしなかったんだろうと、できもしないのに時間を止めたり、遡ろうとするものだとばかり私は思っていました。現に自分もそんなところがあるし。中には旧約聖書の呼ぶ記の呼ぶや、ドストエフスキーの罪と罰の僧侶のように、神がすることはいつも正しいなんていう人もいるだろうし、ペストの理由みたいに神なんか信じてなくても際限なく続く敗北だと分かっていても行動する人もいるでしょう。ああ、なのになぜグレゴールと来たらと自分の価値観をグレゴールに押し付け嘆いても仕方がないので、ここは気持ちを切り替える。たまたまこのように人間として生まれて育ってきただけなのだから、途中で虫に変態することもない話ではないのではないか。自分は本当に人間として生まれてきたかったのか、本来はその辺の石ころか何かに生まれてくるべきではなかったのではないか。おこがましくも人間として生まれてきたのなら、下りのエスカレーターを駆け上がるごとく、常に人間らしくあるために努力し続けているか、と怠惰で虫から見たら害悪な存在であると、ある私は思いました。そもそも本当に自分が今いるこの世が世俗なのだろうか。私は自分を人間と同等だと思っている飼い犬のようなものではないか。何かに飼われている、生かされている存在のような気さえしてきた。ただ納税と次の世代を再生産するためだけに、朝起きて家を出て働いて帰ってきてまた眠るだけなら私じゃなくてもいいはずじゃないか。自分という形と存在を定義づけているものって何だろう。周りが決めたものをただ受け入れている機械人形なんじゃないのか、なんて今更中学生みたいなことを考えました。そんなんじゃ嫌だ、能動的になりたいなどと、どんどんこんどんと喉を枯らして叫べば、声だけは自分も毒虫みたいになれるのかな。それで長渕剛の歌を歌うのね。泣いて、チンピラになりて、と。以上。終わり。ありがとうございました。久々に私、長渕の泣いてチンピラ、さっき YouTube で聞きましたけども、ね、PDF にリンクを貼ってあったんで、聞いてください。泣いてチンピラね。友情、愛情、人情、何かが足りねえと言ってましたよ。ね、長渕剛もなんか、ある時から毒虫みたいになってたって、そんなことねえか。なんか変身しましたね。長渕剛の変身もありましたけどね。吉田拓郎のフォロワーだったと思ったら、なんか、なんかムキムキのなんかセイセイとか言いながらいう毒虫になってたみたいな、というのは冗談ですけど、
何のために生きてるのかっていう問題ですね。これはやっぱり、ね、まあ、哲学の問題にもなってますよね。納税と再生産のためだけで生きてるよね。機械人形ですよね。オートマトンって言うんですけど、電気羊。英語でオートマトンって言うんですね。機械人形のことね。アンドロイドと変わんねえじゃねえかって話ですね。AI と同じような仕事しかしてない AI と同じじゃねえかって話になって。自分という形と存在を定義づけているものは何だろうってことですね。これはすごい大変、大切なことですね。何のために生きてんだろうって。まあ一応自由のために生きてるっていうのは近代社会の枠組みの中での我々の義務は自由になることだと。イマニュエル・カントはそうやって言ってるんですけどね。なれないけど自由に憧れるんだと。毒虫になるっていうのは不自由の象徴ですよね。まあ、共依存の果てに毒虫になってんだとしたら、やっぱその共依存関係を断ち切るってことですね。家から出ていくことですよ。自分が毒虫だって気づいて窓から飛んでいくことが自由。そういう勇気を持って外に出ていっちゃうことが自由なのかもしれないですね。近くに森があればそっちで暮らすとかね。でもそんな選択、思いもつかないわけですよ。なぜなら人間は自由が怖いから、潜在的に自由から逃げてるからですね。共依存の方がまだマシだと。家で毒虫扱いされても家族と一緒にいた方がいいっていう選択をしてしまうと。自分という形や存在を定義づけているものは何だろうって考えないことによって生きてるんですよ、やっぱり。それを真剣に考えると、窓から飛んでいかなきゃいけなくなっちゃうんで。というところがあるかもしれない。でもまあ一つは、今どういう鎖につながれてるかってね、人間は自由な存在として生まれた、しかし至る所鎖につながれてるって、ルソーの社会契約論の冒頭に書いてありますけど、実はまあ鎖にがんじがらめになってるわけですね。まあ鎖につながれてるっていう状況は、まあ毒虫であるっていうのとそんな変わんないと思うんですけども、自分が毒虫だって自覚するってことですよね。まずは、何らか。それは、そこから新しく自分を定義づけるってことを、自分自身で取り組めるかって問題が、私はあると思いますよ。取り組めなければ、そのまま生きてきますよ。それはなんか、朗読者のハンナみたいなもんで。もうナチスの監修だった名残が捨てられなくて、まあデスレクシアを隠しながら生きていくみたいな。ディスレクシアである自分は、まあ毒虫みたいなもんじゃないですか。それを自覚して克服していこうってならなければ、ずっとそれを隠して、人間関係構築していきますよね。長渕剛さんがやってることはファンと自分の共依存関係。よくわからないけどファンに説教臭いこと言うっていうか、なんかファンの自由を奪ってる部分があるような気がしますけど、なんですげえあんなに曲を聴いてると説教されてる気分ならなんだわかんないですけども、でも説教されてね、長渕さんと自己統一化すると自分を投影するとすごい気持ちいい世界なんですよね、あれ多分ね。まあ、多くの今のその現代のアーティストとかミュージシャンとかがファンを囲い込んで共依存関係にしてる部分はあると思うんですよ。で、それが何か自由であると錯覚させるみたいな。それはまあ突きつめ、まあそういうことやれば、まあその今政治指導者トランプとかね、安倍さんとかにすごい自己を投影する人たちも いるわけじゃないですか。政治もそういう風になってるし、なんかアーティストとかミュージシャンもそういう傾向があるし、なんかのカリスマだみたいな感じでね、 IT 経営者とかね、あるわけじゃないですか。でもまあそれは率先して毒虫になりたいっていう気持ちがあるんじゃないですか。自由であるよりもね。
長渕は毒虫というよりカブトムシっぽく、カブトムシ色はカブトムシっぽいですけどね。ハロウィンだし毒虫になろうと思います。今でもハロウィンは危ないですよね。暴徒化する可能性があるんですよね。昨日、まあ、ちょっと余談なんですけど、すごいどうでもいいんですけども、地元のテレビ局見てたら、フランス人が本場のハロウィンを教えますっていう、なんか保育園でやってるニュースやってて、まずフランス人はハロウィンなんかやんねえだろって私はテレビに向かって突っ込んだんですけども、まあ、アイルランドのお祭りですね、もともとケルト民族のね。それがまあ商業的にバレンタインデーとかという、あれで、まあ世界中でやってるわけですよ。で、フランスのハロウィン事情検索したらね、フランスのハロウィンは、あんまりまあみんな関心がありませんって記事があって、まあでも若者が集まってる場合もありますけども、暴徒化する可能性があるんで近づかない方がいいでしょって書いてあって、黄色いベスト運動とかもありましたけども、フランスではお祭りだって言って人が集まると一部暴徒が暴徒化して、あの商店破壊とか、あの警察とあのもう揉めたりするんで、あの敷石剥がして投げたりするんで行かない方がいいですよと、人の集まるとこに行かないでくださいって言って書いてあったブログ記事があって、なるほどなと思いました。日本も近くなってきてますよね。あの人が集まるとこに揉め事ありみたいな感じになってきて、ハロウィンだって言って集まったらコロナはただの風邪だっていう集団が真ん中にいるみたいな、なんか政治運動してるみたいなことにちょっとなってきちゃってますね。世界中そうなんじゃないですかね。若者も鬱屈してますからね。暴徒化するんじゃないですか。ということでした。まあ自分とは何なのかってね、いう問いを書いていただいたんですけど、まあ長渕の歌を歌うのはまたなんか違うよ。違うような気がしますけどね。何かに自己を投影しちゃいけないですよね、今あるものにね。自分のやっぱり自分をつないでる鎖を、私近代社会の枠組みを学ぶことは大切だと思うんですよ。自分に与えられてる権利とか、だから自分が請求すれば実現する権利とか、まあ生きる権利っていうと、ほら基本自分で請求しなきゃ実現しないわけじゃないですか。あの持続化給付金とかだって、ほら10万円の給付金だって自分が欲しいって言わなきゃ振り込まれないわけですからね。ちゃんと来たはがきになんか口座とか必要書類を出すとかね、そういうことやんないともらえないわけですから、だから自分で請求していかなきゃいけないと。誰かが何かおもんぱかってやってくれることを口を上げて待つっていうのは、これはやっぱり毒虫っていうか、まあ家畜ですよね。なっちゃうんで、自分から訴えていかなきゃいけないということがあると。でも自分が何を本当に訴えたいかを自分で検討しなきゃいけないですよね。自分がこうありたい、こうあるべきだと思ってる姿をみんなに声を枯らして伝えていかないと、それがなければただ流されてね、流れて吐きだめにで干からびてるってことになっちゃうんじゃないですかね。そんなことを読んでて思いました。江端さんありがとうございました。トカゲのおっさんもある時期から返信しましたね。私トカゲのおっさんのコント途中で見るのやめちゃったんで最後なんか返信、なんか最後返信していくんですかね、忘れちゃったもんね。 YouTube で見れんのか今。じゃあありがとうございました。ちんねんさんこんばんは。朝起きたら右目がお祝いになってました。しかし悲しいかな、車で現場に連れて行かれましたなんか悲しくなるコメントですよ。いつの時代も不条理ありますね。固めてコメントします。あ、そうですか。まあ、病院行ってくださいよ。ね。なんか触るとバイ菌が入るんで、疲れてんのかもしれないですよ。
私は口内炎ができると必ずトマト、口内炎ができそうだなと思った瞬間にトマトを食べるようにしてます。1日1個トマトを食べるようにしてますけども、トマトを食べた方がいいですよ。トマト、サプリメントを飲むよりトマトの方が効くと思います。じゃあ続きまして、あ、一回 YouTube の方にあるか。トカゲのおっさんも途中で変身しました。マッチョ化した。松本人志さんも金髪にしてマッチョ化したっていうことだって書いていただいたんですけど、まあそう変身したんですかね。まあね、なんかイメージ変えていかないと、まあ、うん、まあしょうがないんでしょうね。なんでああなったんですかね。長渕剛に憧れてなったんですかね。わかんないですけども。じゃあ続きまして、メルマガ読者さくらさんです。読み上げていきます。返信感想文。グレゴールは毒虫になってしばらくは考えることもできたし、元に戻れるかもしれないと思っていたけど、どんどん毒虫らしくなってしまっているのに気づかないのがかわいそうだなと思いました。引用をはじめ、妹のところまで突進し、そのスカートの裾を加えて引っ張ってやろうと彼は心を決めたが、そうすることで妹に、さあバイオリンを持って僕の部屋へおいで、ここでは誰一人僕ほどの手応えを見せてはくれないのだからね、とほのめかそうと考えたのである。彼にはもはや少なくとも自分の生きている限り妹を自分の部屋から出す気はなかった。90ページ引用終わり。もう完全に兄ではなく毒虫になっているのに、まだ妹にバイオリンをの学校に通わせたいと思っているところがどうしようもないと思いました。でもこのわけのわからないところは、毒虫になってからではなくて元からその気質はあったのかもしれない。家族はグレゴールが毒虫になってからの方がまともに生活しているように思う。かわいそうなことかもしれないけれど、グレゴールが家族のために思ってやってきたことが家族には良くなかったのかもしれないし、家族のためにというより自己満足だったのかもしれない。ここまでひどくないかもしれないけど、私も誰かのためだと思っていることでも自己満足でやってることはあるかもしれないと考えさせられました。終わり。ありがとうございました。このわけのわからないところは毒虫になってからではなくて元からその気質はあったのかもしれないというこのパンチラインがちょっとちょっとツボにはまりましたけども、もともとそうだったんでしょうね。妹を自分の部屋から出す、こうなんかすごい妹が好きなんですよね。妹のことよく考えてますよね。まあでも自分が毒虫になってんのにまだバイオリン学校に通わせたいっていうか、でも結局なんだ、もう通わせることはできないのに通わせたいって思ってるってことは、彼自身の存在意義っていうのはその妹をバイオリン学校に通わせることだったでしょうね。自分のために生きてないんですよね。家族のために生きてるんですよね。でその家族のために生きてる方が逆に家族をスポイルって甘やかすっていうかね、ダメにしてた部分があったってことが、まあ毒虫になってから分かってきた。みんな自立しようと思えば自立して、まあ、生活レベル下げてですよ、今までやりたくもなかった職を、まあ、ちょっとメイドさんがいるんですよ家にね、当初ね。だから生活レベルが結構高かったわけですよ。なんて言ったってザムザ氏も社長だったわけですよ、お父さんもね。ちょっと羽振りのいい時期あったから生活レベル下げられなかったけども、それはグレゴールが働いてくれたからなおさら下げる必要もなかったんだけども、まあグレゴールが毒虫になったら生活レベル下げて分相応で暮らすっていう選択をしたんですよね。それまではグレゴールに全部任せっきりだった。で任せっきりにしてた部分は
まあ、家族に良くなかったかもしれないですね。でグレゴールのやってたことも自己満足で、まあ結局サドマゾ的強依存っていうかね、感じになってちゃったんですね。で自分も誰かのためだと思ってることでも自己満足でやってることもあるかもしれない。うん、そうなんですよね。あの男は辛いを見てたら、トラさんがねブドウを買って帰ってきたんですよ。でブドウを買ってね、どっか山梨のブドウだとか言ったら、美味しいから食べてくれとか言って持ってきたら、まあなんかタコ社長が、タコ社長だけ誰かがなんかもうすごい大量の箱いっぱいのブドウをくれて、たんですね。でその置いてあるブドウ、ヒロシが見つけてね、前田議員が見つけて、あこれあれだ、酸っぱいブドウだよとか言って、安い品種だとか言って言ったら、トラさんの耳に入って喧嘩になるってシーンがあったんですけど、まあトラさんが買ってくるお土産だって自己満足だと、みんなありがたがって喜んでる感じだけども、まあトラさんのやってることは大概自己満足のところがあるんですけども、でもほら立ててやんないとへそ曲げるんで、みんなでね立ててんだけど、だいたいタコ社長が余計なこと言って、まあこのブドウは酸っぱい的なこと言ってね、あの切れさせるみたいなシーンがよくありますけどね、だと思います。グレゴールはシスコンね、なんか今ほらライトノベルとかにあるんじゃないですか、その僕の妹がなんとかなのはみたいなね、なんかその最初の走りですよ、このあの小説ね、変身っていう小説ね、そんな感じがしますけど、なんかね妹に対する熱い思いがね結構書かれてますね。うん、ということですね。まあ元に戻れるかもしれないと思った元に戻ろうとは思ってないですけど、だんだん現状を受け入れてね言ってってるっていう、ちょっとおかしなところもあるんですよね。人間に戻ろう、切実に人間に戻ろうって感じもないんですよ、まあ、一度もないですね。まあ、そういうとこも元からそういう気質だったんでしょうね、流されやすいってことですね。なんかちょっとネジが外れてる男ですよね、このグレゴールって元から多分ねそのことを書いていただいてたんだと思います。でも誰、人間誰しもどこかネジが外れてる部分はあると思うんですよ、おそらくね。なかなか気づけない、気づかない方がいいのかもしれないけど、そんな気がします。しょうがないですよ、人間なんか不完全でしょうしね、おそらくね、誰かのためにと思っても自己満足っていうことはたくさんあるでしょうね。なんだっけ、動物農場に出てきたボクサーみたいにワシがいっぱい働くっていうのもね、あれも単なる自己満足ですけどね自己満足だけど一生懸命働いちゃってね、最後は解体、食肉解体業者に連れてかれていくみたいなね、なってましたけど。じゃあさくらさんありがとうございました。転生しなくても虫だったっけ転生、異次元転生ものですよねこれね、ちょっと転生したら超絶イケメンになったみたいな、逆バージョンなんですよ。だから逆バージョン、普通はねいい方に転生するんですけども、あの悪い方に転生してるってことなんですね。それが書かれてるんですよこの小説ね。あ、さくらさんありがとうございました。じゃあ続きまして、メルマガ読者八王子ひげだるまさん。人間とは自分自身の持っている全てが何の価値もない余計なものだと知る、そのためだけに生きているものだ。引用は岩波文庫変身山下はじめ役第24冊からです。24釣りかからです。女たちは彼の部屋を空っぽにしようとしている。彼の愛していた一切合切を彼から取り上げようとしている。
51ページ。もう妹を俺の部屋から出しはしない。少なくとも俺の生きてる限りは70ページ。とまで思った、その妹にあれがいなくなんなくちゃ。それが唯一の手段よ。75ページと言い放たれ。グレゴールが両親や妹にこういう結構な住居でこういう暮らしをさせることができたのも、俺も我ながらまんざらじゃないなと感心した。32ページ。のはずの家は最善の策は言うまでもなく住居を変えることだ。82ページと宣言された。グレゴールの人生は無駄だった。徒労だった。何の意味もなかった。勘違いだった。大事にしていたものは、愛していたものは全て取り上げられた、奪われた、捨てられた。人間とは自分自身の持っている全てが何の価値もない余計なものだと知る。そのためだけに生きているものだ。終わり。ありがとうございました。何も価値がない何も価値がないって言われてしまうともうグーの音も出ないんですけども、グー悲しいですこれ。まあでもこの作品ではまあ結局そうなっちゃったんですね。グレゴールが大切だと思ってた家族にこれ呼ばわり、物呼ばわりされて、自分の持ってたね家具とかみんな出されちゃうし、取り上げられちゃうし、大切にした妹もね見放されるし、ということですね。自分で作り出した価値っていうとね、やっぱその私ニーチェの哲学を思うんですけども、その価値を作り出さなきゃいけないって言ってるんですよね、現世においてね。来世にね、その宗教だとその生まれ変わったら里山に行けるよみたいな、あの動物農場のカラスみたいなこと言うわけじゃないですか。現世は苦しみしかないけどね、死んで報われるみたいな、その、まあ、仏教とかもそうですけども、まあ、苦のシャバであると。だけど生きていかなきゃいけないみたいな。で、まあ来世に彼岸にいいことがあるってことですね。最後の審判の後に永遠の生命を受けられるとか、まあそういうこの世俗の世界にないものを憧れてごまかしてる部分があるから、それはおかしいと言ったのがニーチェですよね。で、人間っていうのはまあ何回でも失敗するんだと、何の意味もない世界を、何か価値を作り出そうとして失敗し続ける、黄昏とか没落の中に生きてんだと。もうそれが何万回も何億回も繰り返されるのが永劫回帰なんだっていう、身も蓋もない哲学なんですけども、まあ人生は無駄だったけど次生まれ変わってもやっぱり毒虫になるみたいなね、同じこと何回も繰り返すと、悪夢がずっと続いていくと。だけどその悪夢の中でこう人間を超え、毒虫を超え人間を超えていこうとするっていうのが、なんかニーチェの考えた超人思想ですけども、まあそういう超人思想をでっち上げなければやっていけないところがまあある全く無駄だと考えると、来世にいいことがあればいいなって、それがまあニヒリズムだって言うんですね。まあキリスト教はだから来世とか、まあ仏教もそうかもしれないですけど、来世に望みを託すのはニヒリズムだと、今世意味がないとなっちゃうんですよねこれね。でこの作品もニヒリズム、まあニヒリズムをユーモアに変えてんのか、笑い飛ばしてる部分はありますけどね、何の意味もないっていうことを全部笑いに変える、毒虫の滑稽な姿に笑うように書いてるんじゃないですかね。まあ、ニーチェの哲学もね、笑うとこ、とにかく笑えって言いますよね。人間、動物は笑わないけど人間だけ笑う力があるって言ってね、なこと書いてますよね。価値がないのを笑い飛ばすっていうかねあ、じゃあグロテスクな感じはしますけども、まあそっちの方向に行くしかないんでしょうね。そうじゃないと単なるニヒリズムになっちゃうっていうかね、ペシミズムとニヒリズムになっちゃうんでね。
まあ、この作品全体はちょっと笑い飛ばす感じに、人間の人生の価値のなさを笑い飛ばしてるところは私はあるような気がしますけど。と思いました。八王子喜恵だるまさん、ありがとうございました。では、続きまして、メルマガ読者ホヨさん。毒虫じゃなくても。今回久しぶりにカフカの返信を読んだ。返信を読むのはこれで2度目になる。前に読んだ時より私の気を引いたのは、朝起きてこないグレゴールに対して仕事をするのがさも当たり前のように接する周囲の人たちだ。彼らはグレゴールのことを仕事をする機会のように思っているように感じる。それはグレゴール自身が彼らに苦労させまいとその身を砕いてやってることが裏目になってしまって、かえって彼らのグレゴールへの依存を助長しているのが切ない。毒虫になってしまったグレゴールに対する扱いもひどいものだ。引用はじめ、これがグレゴール兄さんだったらとっくの昔に人間とこんな獣の共同生活なんかできっこないと悟ってさっさと自分から出ていってるわ。96ページ引用終わり。彼らはもしグレゴールが通常の病気、癌とかになっても追い出すのだろうか。癌とか肺病とかなら我慢して癌病したかもしれない。では精神病では、それはそれに毒虫になってしまったグレゴールとの会話も工夫すればいくらでもできるはずだ。パルムの総員で遠火によってメッセージを送ったファブリスのように、合図やジェスチャーで簡単な意思疎通は取れたと思う。彼ら家族は結局グレゴールのことを働く機会として扱っていたということだろう。日に日に弱っていくグレゴールに対して自活せざるを得なくなった家族たちは一念発起し、なんとか事態を打開していく。皮肉なものだ。身を粉にして働いてきたグレゴールが不憫でならない。グレゴールはどうするべきだったのだろう。本当に家族を愛しているなら身を粉にして働く一方で家族の自立を促すべきだったのだろう。心優しいグレゴールには難しかったのかもしれない。けれども毒虫のように家族から嫌われたとしても、家族に厳しくし自立を促すべきだったのではないだろうか。もしくは距離も置く方法もある。おそらく白状も望んの罵られる結果になるだろうが、相手のためにといってむやみやたらに身を削って与えてしまうのは本当に相手のためにならないのだと感じた。少なくとも感謝の一つもない相手に対しては距離を取り、厳しい顔も見せないと結局自分を不幸にしてしまう。そう思った。終わり。ありがとうございました。何でもむやみやたらに与えてしまうと相手のためにならない。私最近菅総理がね、次女、公女、公女って言ってたんですが、所信表明演説でも言ってて、なんか昼間国会中継ちらっと見たらやっぱ次女、共助、公助って言ってました。まあ、あれに対してね、公助をちゃんとやんなきゃダメだと。困って自分でどうしようもない人がいるんだから助けてやれって、まあ、野党の人たちが言ってたんですけども、こんなことありえない。次女から始まるのはどうなんだ。自己責任。新自由主義だって言ってましたけども、まあ実際どうなんだろうかっていうのはね、それは働けない人もいると思いますよ、おそらくね。だけどまあ、働けない人がいる、働けない人がいるっていう抽象化をして、まあ、一人一人がどうなのかっていう実態を無視してね、困ってる人がいるから助けるべきだって、簡単な話にしてしまっていいのかなっていうのは、私はちょっと思ってしまうところがあって、まあ、その自己責任とか自助で全部できるわけではないというのも、まあ、現実的にかなり厳しいっていうのは、それも思うんですけど、結局自分を助けなきゃ、自分で自分をね、やっぱネグレクトしてしまっては、人が助けてくれても、助けてくれた人までね、まあ一緒に溺れちゃいますよね。溺れてる人を助けようと思って一緒に溺れちゃうみたいなね、しがみつかれて。なんとしてもこう浮かび上がろうと自分で努力してる人しか、自らを助けようとしてる人しか助けられないっていうのは、これ確かにあるような気がするんですよね。で、このグレゴールの場合はみんなで溺れてる、この家族みんなで溺れてて、グレゴールにしがみついてるんですけども、
まあ、グレゴールがしがみついてもズブズブね沈んでってしまえば自分たちでなんとか泳ぎ出したって感じありますよね。まあ、そういうことは考えてるとは思います。じゃあグレゴールはどうすべきだったのかと、どうすべきだったんですかね。まあ自分自身でやっぱどうすべきかを問い続けるべきですよね。問うてないわけですよね。なんか掘り下げてないし、自分の中で流されて生きてる人だなって感じは、流されて体を無理してたらあるし、毒虫に変身しちゃったっていうかね、ことが書かれてますよね。おかしいなと思ったらこう立ち止まるっていうか、自問自答し続けて、まあ答えなんかねほとんど出ないですよね。自分の人生に対する答えって、まあ問い続けられる限り問い続けて、答えの出ない問題にずっとハテナマークをつけていくしかないんでしょうね。私はちょっとホヨさんの感想を読んでてそう思いました。まあ、全部社会が悪いっていうのもおかしいしね、全部自分が悪いっていうのもおかしいとは思いますけど、まあどっちも、まあ安易な答えに飛びつかないで、まあやっぱ複雑な状況に耐えるってことですね。自由主義者っていうのは複雑な状況に耐える人と、まあ熟練した庭師だみたいなもんで、いろいろな植物が生えてるのなんとかこの調和を見出していく庭師みたいな根気強い作業をするのが自由主義者って、ハイエグがそんなようなこと永住への道で書いてるんですけども、そういうことをやめてしまった後、何かに従うと大きな権力全体主義のもとね、全部国にお任せして機械人間になった方が楽だっていう考え方になっちゃう、なりがちなんですよねこれ多分ね。グレゴールだってちょっとそうかもしれない。もう全部会社に自分の身預けちゃってるわけですから、で会社からクビにされたらもう立ち行かないって頭の中で思っちゃってて、まあそれは会社に身を捧げてっていうか感じですね。それに疑問を感じないっていうか、そういう精神構造になってたんですからね。まあ、その精神構造になっちゃうのはまあ仕方ないとしても、まあでもおかしいなと思ったら自分で問い詰め続けなきゃいけないところが、まあ、社会に出るとある、まあ社会に学生時代からあると思うんですけど、今のままでいいのだろうかと、まあ、自分自身をコントロールすることと周囲のと自分の関係をコントロールすること両方やっていかなきゃいけないところはずっとあると思うんですね。で安易な答えに結びついて、なんかカルト宗教にはまるとかね、自己啓発にはまるってあれ安易な答えじゃないですか。全部自分を投げ出して主体性を明け渡して言いなりになれば、まあ楽でしょうそれはね、自分で考えなくていいんだから。あれ複雑さの中で耐えて何か自分で答えを出すっていう悩み続ける力は、私はなんかこれまあこれこういうのを悩み続けるために学び続けるってことですね。自分で問いを立てて答えを出そうとしていくのが人間の営みだとしたら、社会人がやることってずっと問いを立てて答えを、なんとか答えの出ない問題ずっと考え続けるっていうかことなんじゃないかなって思います。自分で何とかできるようにしていく支援というのは本当に大切なことなんでしょうね。まあ今自立支援とは言ってますよね。障害のある方も自立支援と、何でも、まあアメリカとかでもそうですよね。その何とか更生プログラムみたいな感じ、何とかその元に戻れる筋道を立ててあげましょうってことで、手取り足取り全部やってあげるって話は、自分でできるとかやってもらって、できないところはサポートするってことになってるんでしょうね。それは人によってね、度合いが違うから、一律どうしろって話でもないし。
自分の問題、世間の問題、どちらもあるから、できる範囲で何とかしていければいいですよね。うん。そうですね。私なんかもまあ、考えますよ。やっぱり。で、一朝一夕、一朝一夕じゃねえ。一朝一夕か。すぐには答えが出ない問題ですよね。すごい長い時間がかかるっていうか、会社とかで、まあ、私も会社に勤めてた時はもう会社のやり方が明らかにおかしいと。こんなことやってたらダメだし、でも上司に言ってもらう違いかないっていうか、そういうジレンマの中に、で、やる気もなくなってくると。まあ、給料も上がらなかったりして、仕事もつまんないけど、で、会社のやってることもおかしいと思うけど、言っても誰も聞く耳持たないっていう、おかしいなっていう中で、なんとか耐えて生きていくしかないですよね。でもまあ会社辞めてみても同じ問題はね、結局、いくら頑張っても成果が出ないとか、ぶち当たるし、ずっとその、やっぱ壁があるっていうかね、ずっと壁を叩いて壊そうとしなきゃいけないんだ。まあもう壁に屈してしまえば、あとはね、もう、流されるままですけど、まあ、自分で岸にたどり着こうと思って泳ぐからなんとか、まあね、遠ざかりながらも近づいたり遠ざかりながらしてるけど、もうや泳ぐのをやめてしまえば、ただ沖に流されていくっていうかね、流れに流されていくだけになっちゃうような気がしますけど、そんなことを考えました。うん。まあグレゴールにはそういうなんか考えがなかったような気がしますね。それを持って毒虫だって言ってるんですかね。ホロさんありがとうございました。では続きまして、メルマガ読者玉井さん。返信兼家庭の幸福読書感想文。今回私は何をどう勘違いしたのか、間違いで太宰治家庭の幸福の感想文を書いてしまった。なぜだろう、バカだからだろうか。ただせっかく書いた以上破棄するのも惜しいと思った私は、とっさの起点により家庭の幸福の感想文中の人物名だけを修正することで返信の感想文に作り変えることに成功したので、それを以下に紹介する。なお感想文中の引用箇所は家庭の幸福からの抜粋である。また作者本書という表記はカフカ太宰の両者両作品を指す。返信読書感想文。ザムザキに限らず、通常の精神であれば家庭の幸福、誰がそれを望まぬ人があろうかという発言に口を差し挟むことなく、家庭の幸福はあるいは人生の最高の目標であり、栄冠であろう、最後の勝利かもしれないに共感を覚えたり、家庭の幸福、家庭の平和、人生最高の栄冠というフレーズに憧れを抱くものが大多数であろう。だが本書はその逆説を取る。なぜなら作者の家庭の幸福は主役の根源であるという示唆が見られるからである。ここで幸福な家庭とは 何なのかというと、例えば夫が24歳で結婚し、長女は6歳、その次のは男の子で3歳で、崔君にとっては模範的な亭主であり、また老母にとっては模範的な孝行息子であり、さらに子供たちにとって模範的なパパで、老母と妻の折り合いもよろしく、彼は日の出とともに起きて井戸端で顔を洗い、その気分のすがすがしさに思わずパンパンと太陽に向かって柏手を打って礼拝するのである、というような過程である。作者はここに諸悪の根源があると危惧している。グレゴールが犠牲となり無残な死を遂げたのは、妹、両親、そしてグレゴール本人でさえも家庭の幸福を追求し、家庭を第一にしたからである。作者はこうした点に家庭のエゴイズムというべき陰惨な観念の存在を見出し、家庭の幸福は諸悪のもとと暗示したように思われ、そのためか結末の一行は作者の霊障が強く現れた皮肉に満ちた描写となっている。といったことを考えながら、私はもうじき3歳の誕生日を迎えるおいっ子のために、機関車トーマスの玩具を送ろうとしたつもりが何をどう勘違いしたのか、間違えてトーマスマン、窓山をプレゼントした。終わり。ありがとうございました。家庭の幸福、さっき私読みました。まあすごい短いんで、すぐ読めると思いますが、リンクをね、PDF に貼っといたんで、青空文庫で読めますんで。まあまたなんか読書会でね、扱いたいと思います。面白かったんで。どういう話かっていうと、
まあ、官僚批判なんですよ。官僚ってお役人批判。お役人批判でもないけど、官僚批判。なんかラジオを買ったら官僚の答弁が流れてきて、なんか、形ばかりのその答弁をしてて、ヘラヘラ笑ってたと。そのヘラヘラ笑いが気に入らないなと思ったっていう話から始まる話で、でその官僚がどういう生活を送ってんのかと言ったら、この感想文に書いていただいた通り、子供が2人いて、嫁姑の仲も良くて、まあ、そういう幸せな家だってことですね。なんじゃないかということは。で、家庭においてはすごい善良でなパパだと。家庭の幸福を追求してるけども、一方役所での働きぶりっていうのは全く融通が利かずに、なんていうか、その出産届を持ってきた女性に、時間外だから帰ってくれ、明日来てくださいって言ってニコニコしながら追い返したと。その女の人は何かの事情でその夜玉川に受水して死んでしまったと。だけど彼はそのことを知らないし、善良なパパでいるみたいな、そういう最後なんですよ。結局家庭を大事にするやつは他の人をないがしろにしてとんでもねえってことは最後書いてあるんですけども、じゃないのかって仮説を立てて書いてるんですね。その役人の名前を対馬修司って言って自分の戸籍名にして描いてるんですけども、まあでも一面真理よ。その国家家族主義っていうかね、日本の社会っていうのは、まあ家族っていうのは政治制度の最小単位だと思いますよ。そのまあジャン・ジャック・ルソーも社会契約論で書いてます。家族から政治が始まると、家族関係がまず政治の始まりなんだと。共同して暮らすから、共同生活だから。でその最小単位がその国家っていうものにつながっていくと。日本だとそら皇室のね、上皇様とかね、天皇皇后両陛下とか、なんかその仲むずまじく家族でとね過ごされてるのは理想の家族のモデルってことになってるんですか、日本の家庭のね。そう思ってねって人も、まあ、3割ぐらいはいるかもしれないですけど、7割ぐらいはまあ理想の家族がまあモデルはこういう人に見てるっていうのは、まあ象徴天皇制の中身だと思いますけども。でそういうのがその人間の意識を規定してるっていうか、それが元になって道徳とか倫理とかできてて、家族を大切にするとかね。でまあ共同生活してる、共同体ができてるわけですか。で家庭の幸福っていうのがその政治の目的になっちゃってるという部分もあるでしょうね。でだとすればそれ以外のものは手段として見るっていうか、グレゴールが虫になればもう家族じゃないと、もう家族の幸福という目的の中に入らないものになったら手段として利用価値がなければさよならしようって話になっちゃうってことですね。でまあそういうことを批判する作品でした、その家庭の幸福って本は。でその家庭の幸福を追求するところに人間のエゴイズムが一番出ると。そのエゴイズムっていうのはまあなんだろう、非常に醜いっていうか、それ以外そこから弾かれてる人に対してすごい冷たいっていうか、のが書いてあるんですよ。でそうです、家庭の幸福ってとこからエゴイズム、あれ家庭の幸福からエゴイズムがすくすく毒キノコのように生えてくるっていうかね、そういうことが書いてありました。まあそうかもしれないですね。そうかもしれないっていうか、それはまあ極端にちょっとね、なんかひねって自己批判みたいに書いてるんですね、太宰の場合はね。まあ面白い小説だったんで、またいつかちょっと読書会で扱いたいと思います。まあね、グレゴールも家族の家庭の幸福を求めちゃったわけですね。まあ倒産
父さんが倒産しちゃったんでね 会社倒産させたから家を復興させようとして、それを家庭の幸福と据えてやったのがね、全部裏目に出てくって話ですからね。そうしたら毒虫になっちゃったと、家庭の幸福が諸悪のもと、毒虫のもとになっちゃったと、それとは重なると思いました。トーマス・マンの魔の山もね、面白いんで、再来年ぐらいにやりたいと思いますけど岩波文庫版の役が私はいいと思いますけど、新潮文庫版は良くないって常々私は言ってるんですけど、ありがとうございます。機関車トーマス・マンね。じゃあありがとうございます、玉井さん。では最後私です。新州読書会したい宮沢さん、ある合意。ビリー・ワイルダー監督、マリリン・モンロー主演の7年目の浮気というコメディ映画がある。トム・ウィーベル演じる収賞出版社の社長が、家族がバカンスを行ったのを機に7年ぶりに浮気をするという話である。妻が家にいなくなって一人になった途端、自宅で彼が秘書やナース、ビーチにいた女性に猛烈にアプローチされる妄想シーンが繰り広げられる。落語の湯屋版という話では、感動された若旦那が、湯屋の番台としてアルバイトをして近所の若い女性に逆ナンパされる妄想がずっと語られる。その中で女性の家に誘われ、酒を振る舞われ、おちょこで関節をキスをして盛り上がるという、なんだか書いていて、こっちが恥ずかしくなる妄想が細かく情感たっぷりに語られている。つまり7年目の浮気は湯屋版に似ていた。女性が男性に関していかに妄想たくましいか、それがコメディの重要なテーマになっていることからもわかる。欲求不満の殿方の女性の過度な関心が滑稽なのである。カフカの変身はコメディのネガみたいな作品だ。家族が毒虫になった長男ザムタを、長男グレゴールか、グレゴールを妄想するという筋を、延々とザムタ、グレゴールの主観から語らせるという構成である。女好きが妄想をたくましくするのは性的刺激を求めての話なのだが、毒虫になって阻害されていく妄想はおぞましい悪夢だ。その悪夢をカフカは細かく情感たっぷりに描いている。何度も読んでいるうちに、やはり変身はコメディなのではないかと思うようになった。カフカ当人は笑いをこらえながらこの作品を朗読したそうだ。滑稽な妄想でなく毒虫になるという妄想がルルと綴られている点では、コメディのパロディである。滑稽話の語り口で怪談を語るような調子外れが、そのままアクロバティックに文芸作品の域にまで昇華されている。引用はじめ。我々の笑いは常に集団の笑いである。諸君は汽車中なり共同食卓になりにおいて、旅行者が世間話を語り合っているのを聞かれたことがおありであろう。その話は彼らが心からそれを笑っているから必ずや彼らにとってはおかしいものに違いない。諸君がもしかその仲間であったなら、彼らと同じように笑ったことであろう。けれども諸君はその仲間でなかったら少しも笑いたい気はしなかったのである。去る人に向かってみんなが甘類にむせんでいる説教をなぜ涙をこぼさないのかと尋ねると、その人は、私はこの教訓のものではありませんと答えた。この男が涙について考えたことは笑いについて一層真実であろう。どんなにあけすけなものと思っても、笑いは現実あるいは仮想の他の笑い手たちとのある合意のほとんど共犯とでも言いたいものの底意を秘めている。ベルクソン笑い、岩波文庫15ページ16ページ引用終わり。笑いは笑う者たちの共犯関係なしに成立しない。変身を笑えるか笑えないかはグレゴールの境遇と自分の距離にかかっている。グレゴールを自分の分身あるいは仲間だと思う人は、変身は目を背けたくなるような悲劇であり、グレゴールを赤の他人だと思う人には良質なブラックユーモアのあふれるコメディなのである。この作品はベルクソンの言うある合意を確認するための踏み絵である。その合意は毒虫になった男を何かしら滑稽だと読者が思う合意である。その合意は残酷であるが、その残酷な共犯関係に誰しも無縁でないことを暴いている。
7年目の浮気の殿方の浮気願望も性的妄想も世の殿方のある合意を前提としなければ笑えない。終わり。ってことです。ちょっと誤字脱字だらけで読み上げながら直しました。すいません。何度も確認したつもりがもう予想以上にボロボロでした。すいません。7年目の浮気っていうコメディ映画半分ぐらい見たんですけども。面白かったんです。まあ、1時間半ぐらいの映画で BS でやってたんで、録画してみたんですけど、ビリー・ワイルダー監督って。まあ、中小企業の社長がですよ。まあ、ニューヨークにいる社長が、妻と子供がバカンスに行っちゃうと。夏休みにね。まあ、夏休みに実家に帰るみたいなもんで。で、まあ、仕事があるから残るんですけども。じゃあ、自宅の2階に、マリリン・モンローが曲がりしてね、田舎から出てくるんですよ。で仲良くなって家に呼んで一緒に酒飲むってとこまで見たんですけどもまあ妄想が浮かび上がるわけですよ。もうそのお父っつぁんので、もう奥さんがいなくなったらたかが外れたように性的妄想にふけるっていうことが書いてあって、それがそのマリリン・モンローにぶつけられてるけど、マリリン・モンローがまあの役の人はちょっとおかしい、ネジが外れてて噛み合わないって話、コメディになってるんですけども、まあ落語の湯屋版っていうのもそういう話なんですね。感動された若旦那がアルバイトで銭湯の番台かなんかやってね、番台で妄想するわけですよ。そのなんかお客の女性に誘われてなんか自宅に行くみたいなね、なこと妄想することが書いてあって、妄想ですよね、ずっと妄想してると。で普通はその女性に対する妄想みたいなね、殿方するわけじゃないですか。もうなんかもう思春期からいやらしいこと一生懸命考える時間帯があるわけじゃないですか。なんかもう60キロ先のフェロモンに誘われて飛んでくがみたいな、そういう熱心な行動に出てしまうっていうか、そういうのがあると思うんですけども、この変身ではその逆バージョンですね。もうどんどん、阻害されてドグムシ扱いされるっていう、なんかマゾヒズムが細かく書かれてて、いうことですね。で、まあ普通だったらそういうなんか性的妄想とか浮気願望とかが想像で書かれるんですけども、あれも全然毒虫になって家族に見捨てられるっていう妄想が延々と詳しく語られてると。でなんでこれを陰惨な話で読みたくもないっていうより、まあなんか面白い話だなと、グロテスクだけで惹かれるなって思うのかっていう問題、私なりに考えた時に、まあたまたまねベルクソンの笑い最近ちょっと紹介したんで、音声の方で雑談の方で、私たちは笑うものに関してある合意があると。全然面白くなくても気の合う仲間でご飯食べててくだらない親父ギャグ言ってもまあにやりとするっていうか不愉快だとは思わないっていう、打ち解けてればね、仲間であれば、例えばその松本人志さんのお笑いって結構その集団のお笑いだと思うんですよ。お笑いセンスが、まあ、松本人さんは、まあ、今もお笑いセンスがあるから、まあ、作ったお笑いセンスがありますよね、お笑いの形がね。あれは分かる人にとってはすごい面白いと。トカゲのおっさんとか、ああいうコントも、シュールなコントも、まあ、そういう感性があるというか、仲間内の笑いですけども、まあ、仲間内でこのお互いをいじり合うとか、ずっとくだらない会話してて、あたかも自分もその仲間に入っているような合意があれば、共犯者であれば面白いと。だけど全く赤の他人だと思えば、例えばその洋画を見てて外国人がね、ネイティブで字幕を見ずに笑ってるケースがありますよね。大爆笑してるけど字幕見ても何が面白いか分かんなくないって分かんない場合ってあるんじゃないですか。それっていうのはほらある合意がないわけですよ。字幕で見てる限りその合意が形成されてなくて、まあ字幕の方が滑ってるってこともあるんですけども、
でもネイティブがそのまま見てればね、あのセリフが面白いのに、字幕になるとその面白さ半減、あるいは全く分かんない。まあ、あの小説の場合もそうですけども、この変身だってドイツ語で読めばもっと面白いのかもしれないですよね。さっき言ったように、ウンゲーツイワっていうその毒虫の意味がね、生贄にもできないような汚い虫だっていう意味が分かってればね、ちょっと毒虫じゃ雰囲気出ないわけですよ、やっぱりね。で、その微妙なニュアンスだっていうのは、ほら、共犯関係っていうか、ある合意があって、笑えるんだと。で、これ、例え話が出てて、まあ、ある教会で説教を聞いてして、説教をみんなで聞いてて泣いてるわけですよ。で、泣いてて、で、一人だけ泣いたいから、なんで泣いてないんですかって言ったら、私はこの教区のものじゃないんでって言ったってことですよね。長渕剛さんのコンサート行ってね、みんなせいせいって言ってるのに、一人だけせいせいって言ってない人がいて、なんであなたは言わないんですかって言ったら、いや、彼氏に連れられてきたからです。別にファンじゃないからですって。ね、女の子が言うみたいな感じですよね。あの、ファンだったら一緒にせいせいっていう、政権好きするかもしれないですけども、ファンじゃなきゃやんないわけじゃないですか。というわけで、ファンであるというのは合意とか共犯関係があるわけですよ。で、笑いっていうのは必ずその共犯関係とかある合意がそこにあるんだと。で、あのグレゴル・ザムザンの境遇が、妹思いだけど全然通じてないとこが、なんか面白いなって思うのは、まあその、カフカと共犯関係になってるから面白いなって思うってことですよね。まあ、ブラックユーモア、面白いっていうのはその、そういうとこがあるわけじゃないですか、その、まあ良質ってことで、まあ差別もユーモアになるわけじゃないですか。その、なんか、ある特定の民族人種。まあ、例えば今フランスでやってるその、ムスリムに対するその、マホメットを風刺するっていうのは、フランス人にとって面白いんですよ。でも、イスラム教徒に対してカチンとくるわけですよ。まあ、ぶっ殺してやるって話になるんですよ。自分たちの信じてる神を汚されてんだから、頭に来るわけですよね。だけど、フランス人からすれば、こんな、まあ、フランス人だけの共犯関係とか、ある合意があってやってて、それがその移民のムスリムの人に通じないから、殺人事件だって首切られちゃうってことが起こってるわけじゃないですか。で、まあ、だから笑いの中にある合意があると。で、合意できない人にとっては、それはもう差別であり、冒涜であるから、あの、仕返ししなきゃいけないって話になるってことだと思うんですよね。で、その微妙な、そこ、まあ、笑いに変えてしこりが残らない微妙なブラックユーモアとか、まあそういう形になってますよね、この作品っていうのはね。で、そういうギリギリのところを書いてんじゃないですかね。で、基本的にコメディってそのギリギリのところをこれ以上踏み込んだら不愉快になるところを笑いに変えてとどめてるバランス感覚みたいなのが、バランス感覚というか合意があるってこと、共犯関係とか合意があるんじゃないですかね。だからよくほら、いじりといじめの区別がね、芸人の人たちは合意のもといじってるけど、それを中学生が教室でやるといじめになっちゃうわけですよ。合意とか共犯関係が形成されてない人に対していじるから。で、そのある合意とか共犯関係って何なのかって問題ですね。これをね、よく考え、そこばっか考えて、カフカっていうのを作品作ってんじゃないかなと、私は思いました。ってことです。ということです。たくさんコメントいただきましたね。日本は大好きな家族、あ、大きな家族、日本の幸福を追求するのは間違いだったんだ。日本、大家族主義じゃないですかね。日本で。鶴瓶に家族に乾杯みたいなね。ああいう番組好きじゃん。NHK がやたら家族取り上げるっていうか。ね。そういうのがあるじゃないですか。なんかまあそういうの植え付けてますよね。なんかね。どちらかというとグレゴールに感情移入しちゃうな。ね。まあそうですね。悲劇と喜劇は表裏一体。
怖いって感情、まあ悲しいっていう感じもほら共感じゃないですか。だけど面白いっていうのもまあそう、面白いっていうのは共犯関係なんでしょうね。何かを笑うっていうのはね、悲しいっていうのは共感でできてるんでしょうね。表と裏を決めるのは周囲が決める部分が大きいと思います。うん、そうですね。あの媒体にはエスプリの絵もない。まあフランス人にしてはそのやたらその、まあ、フランス人の笑いのセンスが下がってるから揉め事なんじゃないですかね。なんか今のフランスっていうのはサルトルとかいた頃のフランスと全然違うんじゃないですかね。やっぱまあ文化的に衰えてきてるんですよね。その、まあ世界中そうなんでしょうけども。今のアメリカがかつてのアメリカと同じかっていうとそんな、いろいろだね。映画も音楽もなんか今アメリカってパッとしないじゃないですか。ファッションにしても。まあフランスもそうなんじゃない？ないかと思いますけどね。ドイツ語で読むのと日本語で読むのではだいぶ雰囲気が違うのかもしれませんね。だからお笑いって翻訳するの難しいと思いますよ。その、松本人志さんが電波少年の企画でアメリカでコメディやるとか言って、すぐ企画ごとなくなったことありますよね。無理でしょ、あの笑わせんの。あれ演劇ってな、あの小林一郎さんがいいこと言ってたんですけど、演劇っていうのはなまってないと面白くないって言うんですよ。そのお国言葉で関西弁だけでね、演劇やるとかっていうとすごい生活感出るけど、標準語で喋ると全然面白くない。なんか生活感が出ないから。朝の連続テレビ小説とか必ず NHK の大河ドラマもそうですけど、一応方言指導とかやってその舞台になった言葉に忠実に演出するわけじゃないですか。ああいうのやんないとなんかその生身の人間が喋ってる感じになんないんじゃないですか。でそういう意味で演劇っていうのも翻訳するの難しいと。そのイプセンのね、人形の家とかあるじゃないですか。全然日本語で読むと面白くないわけですよ。まあシェイクスピアもそうでしょうけども、まあ、シェイクスピアなんてなおさら昔の言葉だから。でもその土地の言葉でやられると微妙なね、そのポロニアスをお前が誰か知ってると魚屋だとかね。まあ玉井さんが前引用してくれてたのが、まあ、それゲラゲラ笑うんでしょうけども、日本語に訳されると、まあ、気の利いたセリフではあるけど面白いと思わねえなってね、もうちょっと面白いのあんだろうみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。思います。いじめも面白いからやります。だからいじめもほら結局分かり合ってる人たちだけでなんかいじるみたいな、よ、まあそれがまあいじめっぽくなりますよね。まあまあちょっとその共犯関係とかある合意に鈍いやつがずっといじめられ続けるっていうことじゃないですか。逆にそういうのが分かるやつはその、まあ、空気を読めるって話になるんじゃないですか。ある合意って空気を読むってことですから、だからそのひな壇芸人とかってひたすら空気を読むっていうか、まあ、まあ誰のネタがこのポイントで出ればちょうどいいみたいなことを皮膚感覚で分かってる人がああいうとこ出ると受けるわけじゃないですか。そういう共犯関係とかある合意が分かんないやつはまあいじられる方向にずっと行って、だからそれがまあ周囲から見ればいじめに見えると。まあでもそれは芸能人がやってればそれは芸のうちなんでしょうけどね。まあただそれを学校でやるといじめになりますよね。でまあ なおかついじってるやつらも面白くないからダメなんでしょうよ、それはね。もともと一神教からすれば偶像崇拝を揶揄するのはやばいでしょう。まあ偶像崇拝っていうか、まあ偶像崇拝しないようにしてますよね、イスラム教って。だってモスクに銅像が飾ってあるわけじゃないですからね。とにかく偶像を全部排除してるのに勝手に偶像化されて風刺画にされると、それはもうやっちゃいけないことなんですけど、そのやっちゃいけないことフランス、今のフランス人やっちゃいけないことをやるわけです、学校の教師ですらね。
今のフランス人、昔のフランス人もそうなのかもしれないですけども。まあ、だから革命なんか起こるんでしょうよ。だってフランス革命なんてやっちゃいけないことを全部やってんですから、もう。どん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 、勢いで。いや、まあ、ジャン・ジャック・ルソーがそういう人間なんでしょうよ。おそらくは合意とか共犯関係はよくわかんねえ。とんでもねえやつだと思いますけど。空気の読めない人だったんでしょうよ。そういうの、ロベスピエールとかもなんか、ギャグセンスなんか一個もなさそうじゃないですか、もう。そういうことじゃない。そういうのは分かる人は、その、劇作家とか詩人とかになるでしょ。分かんねえやつは政治家になるんじゃないですか。なんか、極左みたいな人って言っても、すげえ真面目な人が多いじゃないですか。ね。と思います。じゃあ、皆さんありがとうございました。じゃあプレイバックしていきたいと思います。あ、さくらさんも拍手ありがとうございます。千歳飴さんありがとうございました。あらすじまとめていただいてありがとうございました。まあね、でもよく構成されてるんですよね、3部構成でね。何回も読むとなんか過不足なく、まあ、ちょっと物足りないなって感じもするんですけどね、細かいところ見るとよく描かれてるなと思います。それはあらすじとかまとめるとそれがわかるんでね。ありがとうございました。まあ、私はね、やっぱりそのあらすじまとめることを皆さんにお勧めしてるんですけど、作品の構成がわかるんでね、作者の意図もわかるし。ありがとうございました。香川さんもありがとうございました。まあ、シリアスにならざるを得ないけども、一方でユーモア溢れると。シリアスな題材なんですけどね、ところどころちょっとくすぐりがあるっていうかね、だと思いますよ。そのバランスが絶妙で作品になってて、で、こういう作品はまあ今まで、それ以前の人が書いたことなかったっていうか、まあ、カフカだけはそこの道に行ったんですよね。城とかね。城に行こうとしてたどり着けないとかね。ある日急に捕まって、なんか警察に捕まるとかね。なんか不条理をずっと書いてますよね。まあでもこれは結構知的な作業だからね。難しいと思いますよ。結構笑わせるってことは、ユーモア小説って書くの難しいですよね。まあまあ研究所がね、毒虫が何を比喩してるのかって問題ね、これうまく説明するの難しいんですよ、これね。まあいろいろな哲学者とか評論家がそれを解明しようとしてね、いまだにいっぱい本書いてるわけですからね。で、ありがとうございました。トットさんもありがとうございました。ありがとうございました。今回ね、初めて読んでいただいて、まああの細かい描写が非常に染みましたってことをメールでいただいたんで、そうですよね。それは私も思います。あ、すいません。さくらさん、コイン気使ってありがとうございます。いただいちゃった。5枚。あ、延長できます。ありがとうございます。じゃあ、トトさんもありがとうございます。エバタさんもありがとうございました。まあ。自分という形の存在を定義づけてるものってことですね。もうこれなんか私すごい心に染みましたけど、この一節ね。そうか、ちょっと考え続けていかないと分かんないですよね。ありがとうございました。さくらさんもありがとうございました。わけのわからないところがあるっていうのがね、ちょっとツボにはまりましたけども、わけわかんない人なんですね。常識人に見えてネジが外れてるって人って結構いるじゃないですか、世の中に。私も社会に出て、あ、この人すごいいい感じのいい真面目な人だなと思って、初対面で思うけど、だんだんこいつおかしいんじゃねえかって思う人に何人か出くわしたことがあって、なんか取り繕ってるだけだって人いるんですね。まあ、グレゴールみたいな人っていますよ。クソ真面目だけど全然仕事できない人って、仕事でやってる感だけ出して、中身が何もないって人は、まあ、私何度か見かけましたね。
すげえ真面目なんですげえ評判悪い人とかいるんですよ、やっぱなんか職場に。何の実績もないけどやってる感だけ出ちゃってる人。で、本人もそれに気づいてないっていうね、人いるんですよ、これ。それを思い出しました。そう、よく見るとわけわかんねえとこあるんですよ。でもね、一般的に気づかないんですよ。だからいい人なんじゃねえかってことで通用してる部分があって怖いんですよ。まあ、誰のことなんて言うんですけど、まあ、昔勤めてた会社で、まあ、何回か転職しましたけど、どこにでもいますね、そういう人。ありがとうございました。八王子冷えだるまさんもありがとうございました。何の大事にしてたもの、愛してたもの全て取り上げられて奪われて捨てられたってね。いやでも人生の最後、死ぬ間際に何の意味もなかったって思うような気がしますね。なんか、ああいい人生だったんで思えるんだろうかと、何もかもトロだったんじゃないかって思うんじゃないかって予感はちょっと私もしますけどね。もう考えたくないから考えないようにしてますけど。ありがとうございました。ホウさんもありがとうございました。まあ感謝の一つもない相手に対しては距離を取る。そうですね。まあね、他人との距離感ですよね。それ家族であっても何か距離感、まあ、ベタベタ付き合っていいことはあんまりないですけどね。でも人間って寂しいからベタベタして自分から寄ってくこともあるんですけどね。ありますよね、そういうのね。難しいな。まあでもこういうことを書いてたカフカってすげえ孤独な人だったんでしょうね。孤独だからこうやって面白く書くんでしょう。時間が有り余ってるから。そんなことは思いました。ありがとうございました。玉江さんもありがとうございました。まあ、太宰の作品と重ねて書いていただいて、面白かったです。太宰も、まあ、太宰は毒虫になった人間は書かないですけどね。太宰自体が毒虫ですからね。とんでもねえ毒虫ですよ。よーく作品読み込んでいくと、絶望的な毒虫だって気づきますよね、この人自身がね。まあ、この、家庭の幸福もそういう小説だと思いますよ。自分の実名を出してね、自分を責めてんですよ。なんでそんなことやんだろうって思っちゃいましたね。ありがとうございました。来週は裏表人生録です。まあ去年もやったのかな。まあ最近麻雀やってんで、麻雀配信はしてないんですけど、麻雀はやってますけども、まあ、その中でまた役に立ついろいろな考え方がね書いてあって、まあ、ちょっと読み直したかったんで選びましたんで、まあ、ご興味ある方ご参加ください。クソ真面目だが仕事ができず評価が出ない。仕事ができないわけじゃないんですよ。やってる感だけ出てるんですよ。で、中身は何もないんですよ。ファイリングするのとかがうまいとかね、書類をまとめるのがうまいとか、そういう人いますよね。すげえ机が綺麗で仕事ができるように見えるけど、そうでもないとか、まあ、そんなことで言ったってしょうがないですか。ということでした。じゃあ、まあ、コメントいろいろたくさんいただいたんですけど、ちょっと拾いきれないんで。まあ拝見をさせていただきます。ありがとうございます。いやー、読書って本当に素晴らしいですね。さよならさよならさよなら。じゃあご参加いただいた皆さんありがとうございました。スーパーチャットもありがとうございました。おやすみなさい。